さてお子さんたちは夏休み真っ只中かと思います、うん、今回イチオシでも夏休みらしいことをしようということで、うん、田口さんが取材に行ってきてくれたんですよね、うん、はい夏にぴったりのこれやってきました釣りあ虫押し今日はイチオシ夏休み企画身近な公園にはどんな虫が住んでいるのか実際に虫を捕まえに行ってみましょう 札幌中心部から車で30分の平岡公園にやってきたのは茨城出身自然豊かな場所で育った田口アナ虫取りりはありますかそうですねいや割とどんくさいって言われるので,です虫すばしっこいいじゃないですかなですちょっと自信ないですね。<laughs> そんな田口アナと一緒に虫を探してくれるのは見たこともないような巨大虫捕り網を操るこちらの男性 <laughs> んタタさん虫捕り歴30年以上の大ベテランで国大,大大学院在学中はもっぱら昆虫を研究。これままでたくさんの虫を捕まえ それらを博物館に寄贈したこともあるエキスパートです。すごいこれ。ということで、豊田さんに虫取りの極意を教えてもらいながら、虫探しスタートです。これは久々平和な日。まずは。<laughs> 虫取り網の使い方というかコツを教わりたいんですけれども。はい、野球の打球と同じで網の中心に入れる感イメージでスポット入れると。 狙いを定めてしっかり網の中心で捉えることが虫捕り成功率を高めるポイント。<ん>そしてキャッチした後は、虫って光に向かって飛んでいく性質があって、うんはい、こうやってクイッてあげ,げてあげるとピューと上に上がってくるんです。うん、そういうのを利用してクイッと下から手を入れてもここから逃げていかないから、はい、ここでさっと掴むと捕まえです。なるほどなるほど。

恐る恐る手を差し出す田口アナ悲鳴とともに逃がしてしまったのは四筋花噛み切りという虫<も>白い花に集まるんだそうですでもこれ今も気づいたんですけど先生のもう胸に虫がもうあっ <laughs> 虫からも好かれる<当>蜘蛛じゃないんです蜘蛛型動物 何もしなくても、虫の方から寄ってきてしまうトイタさん、さすがです。いや、さすがです。じゃなくて虫探しを続ける二人。そこに現れたのはトンボ。おトンボ。トイタさん、トンボも、もう。トンボは後ろから狙う。後ろから取ると、後ろ側に目がないので、はい、スポット入ります。<わ>おお<い>。入, <laughs> 入お見事。 後ろからトンボをゲットです。全然田口さんやってないやん。ね、塩ろからトンボです、さんの虫取り見てる。<っ>すごいブルーが素敵でしたよ。えー、はい。え、トトンボもいる。可愛い,い。私やってみますか。田口アナも挑戦。真ん中でね。取れました。た上手。<laughs> ええー、すごいでしょう。え、私。上手。上手です。 胸をつかむとすぐ死んじゃうので、人間の手ってどうしても汚いので、ある程度、触れる時間を長くすると、虫が弱っちゃったり、ばい菌が落ちたりするので、らないとレクチャーを受けながら、虫捕りを始めて1時間、ここ,いいね、ここで全く虫と出会えなくなってしまうという、まさかの事態が発生。 しかし、そんな時にもとっておきの手段があるそうで葉っぱをフりフりするこの力技自分も網の中に入るスタイルで虫を探すイ田さん。 そうすると虫が逃げにくいそうです落とし組の仲間がいますねこっちはテントウムシの仲間かな、うん、葉っぱの上には小さい虫がいっぱいついててそれをポクツポクツと食べているうちに体が大きくなってと田口アナもフリフリえ、いるのかな本当に小さいこの、はい、そ虫この虫はハイの仲間ですね のちょっと待って虫捕りってこういう虫取りたいわけじゃないかということで番組スタッフは急遽虫捕りスポットを変更 <laughs> 向かったのは広大な水源地で有名な西岡公園これまでになんと53種類ものトンボが確認されるなど<ー>平岡公園とは全く異なる虫が見られるそうです それでは気持ちを切り替え、虫取りを再開。ね、と田口アナがいきなり。あ、水源ですもんいました。めっちゃ上手だ取っりました,た <laughs>。赤い羽根がある。これはこれは珍しい。<laughs> 田口アナ、まさかの激レアトンボを捕獲？ええ。トイタさんのテンションが。トイさん、すぐさま持参した昆虫図鑑で確認します。トイタさんでも確認しなきゃいけないぐらいの。 これかな。まあ、ゆたて、あかね。あかねっぽいですね。はい、ということは。残念、普通種。でも、池とか川がないといないと。市街地よりは、ちょっと、水がある環境が好き。なだんだんと、虫取りの面白さに、ハマってきた田口アナ。田口さん、上座って、どういうところに。結構、地面にも落ちてます。落ちてる。はい、落ちてる。 そういうところの水の穴って木を見てこの木の木目の間とかにいるんですかペタッと樹液が出て出てるとそれに来てますねあ樹液が必要なんですねはい、はい、あいたえ<っ>お<っ>ああっ、いた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 ,いた初めて見ましたいいえすごい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 クワガタだどこどこどこ,どこ見たい見たいカミキリムシです カミキリムシか。あ、ちょっと似てるかな。<ー>え、でも、この下になんか落ちてますよ。えあ、それ、あ、本当だ、クワガタだ、それ。山クワガタ。クワガタだ。<laughs> いた。しっとして。し地面に落ちているという戸田さんの言葉通り。りいいどクワガタを発見しました。はい、今日虫取りしましたが、どうでしたか。えー あんなな種類がいると思わなくてしかもそれを札幌の中で出会える可能性があるっていうのはワクワクするなと思いました今回戸板さんが教えてくれた虫捕りの一番の極意それは身近な自然を心から楽しむことかもしれません珍しい確かにこれ初めて釣った。 いやほ人とに楽しかったのと図鑑で見るよりもやっぱり実際に撮った方がこの一つ一つの虫の違いが分かって楽しかったです。うん お子さんも自由研究とかにもいいんじゃないかなと思いました本当に楽しそうだなって思いましたね、<laughs> ぜひお子さんと一緒に行ってみてください実際に盛り上がりますよ本当、とかもねでその後そう捕まえた後に最後リリースするみたいなね、うんはい、いる場所にね,ね網をとはしゃぎたくなりますよねはしゃぐはしゃぐ、はい、ただ水分補給は忘れずに暑さ対策もしっかりとしてお出かけください以上夏休みの特集でした